皆さんおはようございます。2020年7月22日水曜日になりました。衆議院議員の原口和弘です。さんのご挨拶です。ごげんよう。飛び火ができてですね、お医者さんに歩くなと言われて1ヶ月経ちました。でその間ですね、歩くなってアドバイスというかご指示通りやってると、やっぱり朝こうもう小さい頃からそうですけども、トレーニングをして、学校に行く、トレーニングにして仕事をするというそのパターンが、もう習い性になってるとですね、朝動けないとやっぱりちょっと調子が変わってきますね。やっと元に戻ることができました。ありがとうございました。今日はですね、GoTo キャンペーン、また文春法すごいですね。結局ですね、何やってるかっていうと、持続化給付金と似た構造なんじゃないかなと思います。事務局もう事務費にですね莫大なお金を割くわけですね。最初3000億円とか、これ GoTo キャンペーン全体で、でこの GoTo トラベルですか、これ1800億円を超える事務費ですね。でそこで何やるかっていうと、その事業者を感染対策がちゃんとやってるかっていうのを選別するんですね。でそれも昨日やってて、そのリストを出してくださいと言ったら、いや今やってるんですと。で27日ぐらいまで、にまあ完成するんですかね。もう毎回言うことが変わるんで、私ももう覚えきれなくなってきました。でこの構造、その今回そのキャンペーンの事務局、そこの企業から、大きな献金がですね、自民党さんの、あるいは大物さんにですね言っていたということを、文春法がですね、文春オンラインですか、やってるんですね。すごいですね。もう本当にその中抜きの構造っていうか、いい加減にしてほしいですね。感染がこれだけ拡大して、私はまだ第一波だと思いますけども、第一波の中で収束するどころか広がってますよね。今日もいろんなところの知事がですね、不要不急の外出、あるいは東京圏、そういったところへですね、飲食に行くのはやめてくれというところまで出てきました。で、今日この後国対委員長会談ですけども、国会をもう開いてほしいと。で国会開いてですね、雨が降ってきた、国会を開いて、そしてちょっと雨が降ってきたんで戻ります。バラのとこまで行けませんね。小玉先生がおっしゃったエピセンター潰しをやらなきゃいけない。でそのためには今の法律だけじゃダメです。だから昨日安倍智子さん、立憲民主党の安倍智子さんたちとも話しましたけども、法律を今準備をしてます。でも法律はですね、準備したからって言って成立するわけじゃないですね。国会が開いて、そこに提案して、そして初めて成立と、審議されて成立っていうふうになるわけで、皆さん国会を開けっていうですね、それをぜひ、声を上げてください。それとちょっと今日絵を途中でもうやめなきゃいけませんけども、雨粒お分かりになりますか、これ空を。で毎日夢見るのがですね、総選挙の夢です。河合さんの選挙、まだあんな選挙やってんだって思います。お金を配ってですね、そして、組織票を固めて、でそれでやられたらですね、他の方々が今無党派の方々が一番多いんですけども、
投票に行っていただかなければ絶対にもうこの構造変わらないですね。総選挙で私も、県会議員選挙が2回それから500票で負けた中選挙区時代の選挙が1回そして小選挙区の選挙が8回だから11回やってきました。よく11回もやらせてもらったなと思います。でそのうちの、2回が妻が亡くなった後の選挙です。で嫁さんがいない選挙っていうのはですね僕らにとっちゃものすごく不利です。というか僕の力よりも嫁さんの力で受かってた部分がすごく大きい。嫁さんの会があってですね、嫁さんというか直子さんですけども、で嫁さんがいない選挙今回3回目です。でしかも今度は人をお人に来ていただくこと熱を伝えることができませんね。このコロナの状況 で非常に危機感を持ってます。でぜひこれをご覧の皆さんにお願いをしたいのは第7世代プロジェクト、僕の時代でこの日本を上向きにさせるっていうことは今のところできないどころか虫食いにされてしまいました。本当に申し訳ないと思います。でもこれで諦めるんじゃなくてですね、今の若い人たち、その人たちにバトンタッチをしたい、10代18歳から、29歳までの人に今、原口塾っていうのをやってます。でこれももう次はバーチャルに切り替えないと難しいんです。ですからぜひうちから育っていった、国会議員になってくれた人、あるいは県会議員になってくれた人、首長になってくれた人、あるいは市会議員になってくれた人、もう議員じゃなくてもいいです。ぜひですね皆さんのところで、塾のブランチを作ってください。そして1ヶ月に1日でいいから1回でいいから Zoom みたいな会議でですね一緒に若い人たちにバトンタッチをしていきましょう。じゃあ絵を終えます。ごきげんよう。この空ですね今日気をつけてください。じゃあまた上から B をごきげんよう。